いいねいいね、ツヤツヤのテッカテカよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、それじゃあ出発しますか。さあ今回は誰が行く？お、ミラさん行く。ミラさんめっちゃ張り切るやん。メグちゃんも張り切るな。そして誰だったんだ今のは。はい、クルミン、この4人で行こう。さてことで上の上、ここでいいかな、こっちなんかな、ちょっとよくわからんけど、まあ、こっち行こうかな。進んでこ進んでこ行くか。いや機嫌悪い。いやそんなことないと思うけど。メグはアイナが気になる。お、クルミンもアイナが気になる。やった、モテモテやん。むむむ、あ、やめてやめて、そんな。二人ともどうかした？うん、なんでもないよ。中が堪忍袋爆発。ちょ、二人とも落ち着いてよ。何いきなり仲悪くなってんの。まだ出発したばっかなんだけど。よし、そのボスのボス手袋やったっけ、ボス猫手袋やったっけ、それの威力をちょっと。お、集団消しから。あーあー、またしても堪忍袋爆発。マジで私に対してもか。私のことが気になってんじゃなかったの、今ので嫌いになった。つらつら、ね、人の気持ちって刻一刻とか変わるからね。どうだ、まだまだ準備は整わないな。うわー、 HP バナナが。そんなホワホワしてるから全然クールじゃないやん、超デレデレやん。顔に締まりがなくなってるよ。お、いけ、おー強ーい、いいねいいね、勝てたか。お金もいい感じやし、よきよき。最近私が頑張ったことは、武器をピカピカに手入れしたこと。おー、偉いね。私が頑張ったことはね、買い物で間違っても泣かなかったこと。泣きよったん前まで。間違って買ってたんだ。まあまあまあ、過去は振り返らない、そう決めたから。かっこいい。かっこいい。まあまあまあ、言ってることはかっこいいけど、してることはちょっと。どうなんだ。お、敵が。あ、これはいい感じじゃない？ちょっと危ないボム攻撃しとけば全員ちょっといけるんじゃないの。激辛料理、はい。あー、でんでんいけんのや、マジか。くっそくっそ、今のはダメなんやね。一応なんかボムに攻撃が当たるだけじゃなくって一定のダメージを与えんとダメってことかな。爆発、爆発するときってもしかしてもうすでに体力なくなって爆発するってこと？そういう感じな気がしなくもない。イエーイ。いやでもボムがいてくれたらだいぶ助かる。ね、こっちがダメージを与えんでもなんか勝手に周りに攻撃してくれるけん。お、スイッチ、ん？怪しいスイッチを見つけた。入れよ。なに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 ？ん？あ、あっこかな、行くべき道。隠された道が開いた。なんか見えない道を行くといいみたいな言ったよね。あっこのこと？いやでも見えない、見えるようになったけどいいんかな。そういうことではないんかな。わからない。おお、3組も好きレベルが好き。ん、今のところは別に何もなかったのね。結構気になる。2人は褒めるを覚えた。ほら倒したよ。うん、すごいね、嬉しくて上機嫌になっちゃう。
かわいい。結構気になる。二人は褒めるを覚えた。お、一円。お、どうした？誰のところだ？あ、メグちゃんと仲直り？よし。ちゃんと仲直りしよう。てか、私もメグちゃんと喧嘩したまんまなんやけど、つら。つらい。はい。メグ。ひどいことしてごめんね。ひどいことはしてないと思うんやけどな。またメグと仲良くしたい。私も。こうやって私が原因で喧嘩をしたはずなのに、なんか私だけメグちゃんに嫌われてるっていう辛い状況。クレボンを許した。はい、それじゃあ料理お任せで。一応デンデンがちょっと入ってきたね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。てか食べ物がなくなりそうな感じ。お、英雄のマイク。マイク、じゃあこれはあれか、さっちゃんの分かな。お願いします。さっきも割合めっちゃ高いやつを逃したので。あー、ちょっと逃しそう逃しそう逃しそう。あー。料理ドラゴンフルーツゲット。まあ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 、食べ物も少なくなってきたから大事なんだけどね。大事なんだけどもね。さあ、お小遣いは大神官の杖か英雄の手袋。あ、英雄の手袋ん？あ、さっきの英雄のマイクか。違ったわ。はい、大神官の杖。これをキャンディーさんに。おー、いいね、かっこいいね。杖っていうかなんかめっちゃ斧っぽい感じやけど。綺麗武器。はい、それじゃあ出発してこう。さっき出てきた宝箱のところに、行こうかな。はい、プーさん。そしてミラーさん、メグちゃん。はい、この4人で。私への負の感情がまだあるまんまだけど。仲直りしてほしいわ。はい、それじゃあさっき出てきたこっちの道へ。右側に道があったね。あっちに行けるようになるんかな、もしかしたら。ここクリアしたら。はい、宝箱拾ってくる。HP バナナを3本ゲット。食べ物と、あと、チケットも欲しいです。お、でっかい宝箱。誰の何？会長の翼が入っていた。おー、めっちゃいいやん。ミラさんよね。さあ、これは、青が可愛いかな。はい、これにするね。ちょっとなんか民族衣装みたいで可愛いね。いいね、いいね。じゃんけんマシーンやりたい。じゃんけんマシーンは確かにずっとやってないけど。あー、雲が来たよー。私は雲がものすごく嫌いなんです。いけ、かるやき。一発でやっつけてしまいたいんだけど。あー、もうやだ。すごく足が嫌だ。つらいつらいつらい。あの、足がいっぱいある系のものはものすごく嫌いなんです私。ムカデとかもそうやけど。いやー、挟み撃ち頑張れ。一匹ずつ一匹ずつ確実に倒していく。いいね。さあ、あと一匹よ。タランチュラはダメージ5与えれるんや。普段1ばっかりやのにね。どこに繋がっとる糸かはちょっとよくわからんけど。天井から伸びてきてる糸。おお、スパイダーロールゲット。あれはちょっと美味しそうかなって思うよね、見た目的に。お、助けた人が2000人になったので、神の力の目覚め。 HP フレーク機増量。HP 振りかけのサイズが680から700になった。MP 振りかけ増量。MP 振りかけのサイズが300から320になった。安全地帯パワーアップ。
安全地帯の回復効果がパワーアップ。助けた人々に感謝の気持ちが新たな力を目覚めさせたようだな。これからもどんどん怪物たちをやっつけてミートピアの人々を救ってやってくれ。ちなみに次の目標は2050人助けること。頼んだぞ。ほっほっほ。おーっと誰？ああ、ゆうかさん、風邪をひいてしまったか。しっかり寝ててね。お、そしてさっきまで喧嘩をしていたはずのフレミンとメグちゃんが好きレベルアップ。好きなのかな。二人は手助けを覚えた。相手の行動を手伝っていろいろ効果をアップする。まあ同じ趣味を持った者同士ということで、きっと仲良くなるのは必然やったんよね。お、ペッコーちゃんとミラさん、この部屋のルールを決めよう。いいね、賛成。部屋をいつも綺麗にすること。宿屋をずっと綺麗にすること。うん。この世界をすべて綺麗にすること。スケールが大きい。絶対無理。でも街のクリーン活動とかには参加できそうよ。はい、それじゃあ料理お任せで。そっか、ドラゴンフルーツとかスパイダーロールとかゲットした件結構増えた。おー、めっちゃ跳ね上がりやん。何与えたかちょっとよく分かってないけど。あー、また岩石チョコしかもう残ってない。つらい。しかも全員に行き渡らんよね、6個って。はい、ルーレット。光のフライパンをください。それを私にそれを私にください。光のフライパン。あ、いけそう。やったはい、やったね。景品、光のフライパンゲット。おー、めっちゃ綺麗やん。はい、あゆなに。いいね、いいね。ツヤツヤのテッカテカよ。ピッカピカ。はい、それじゃあお小遣いは足りんかな、これは。あー、全然足りない。あー、足りない。くそー。はい、ってことで出発しましょう。さあ、今回一緒に行くのは、はい、ミラさん。ミラさん、めちゃくちゃやる気ある。メグちゃんも。お、そしてプーさん。はい、行きます。あれ、この先伸びんやん。え、というこ、あれ、あんなところに。あ、でもあっちには行けんのやな。じゃあとりあえずこっち行きますか。上の方の道の一つということで、こっちにも進んでいきたいと思います。あー、なんか危ないよ、皆さん。かー、離脱した。落とし穴だ。大丈夫？大丈夫？てか誰が何のために開けたんやろうね、こういうこういう穴って。ミラが仲間から抜けた。なんてこったい。やでやでおうねー。うん、私が頑張らないと。ミラさんも抜けてしまったしね。とりあえずみんなで頑張ってこう。またしてもタランチュラ現れたやん。やめていただきたい。もうみんなちょっとタランチュラの方から徹底的に始末していこう。始末。ここの道を抜けたらどっか道つながるんかな。見えない道を進め的なことは言ったけど、でもどうなるそれは今回の件なの、それとも別件なの、そこがよくわからない。お、新しい技、目隠し。正気を保った。おー、かっこいい。そういう感じで、そういう防御ができるんやね。結構なダメージよ。やっぱ一人おらんって結構きついなね。あ、HP バラのありがとう。助かる。ナイスタイミングやね。えへえへへ、大丈夫頭。はい、から焼き。
まだやっつけれないの。あー怖い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 。めぐったービーム。ふう、いい天気だな。ちょ大丈夫、マイペースすぎない？やめてください。いやまた、あー2人がアホっぽい感じになってしまった。つらい。えへえへへ。そんな2人の挟み撃ち大丈夫っすか？あー大丈夫大丈夫やったっぽいわ。お、 HP バナナ助かるよ、ありがとう。めっちゃ嫌な顔やけど今日のご飯、今日のご飯のことしか気にしてないな。どういうことこの子おふくろっていう名前な、マジで今初めて知った。くー、仲間が一人いないっていうのはものすごく辛いことだな。お、よし、ハサミ打ち、いけ、いいねいいね。はい、勝利。アイナはレベルアップ。はい、そしてメグちゃんもレベルアップ。もうすぐ着きそうな感じはするよね。てか進んでる？進みよんか、何気に。どっちに進む？右側で。なんとなくいつも選んでしまう右側へ。お、あー、これは一応危ないボムへの攻撃で両端、両端というか両脇がやられるパターンのやつですか。お、しかしやっぱり一発ではやっつけれない、つらいつらい。踊らなくていいから、盛り上がらなくていいからやられてください。ちょっと待って、私にも当たったよ今。最近別にさ、ああやってランダムでやっとってもこっちに当たってくることあんまなかったんやけど悔しい。大丈夫か、機嫌損ねないでめぐちゃん。ふん、怖いよ顔が。やったね、食べ物助かる。楽して勝ちたい。そんな方法はありません。はい、開ける。2000ゴールドゲット、やったね、お金助かる。はい、到着。これで道が伸びたりするんかな、それとも選択肢でまた変わってくるんかな。お、ゆかさんおかえりお疲れ様。お、そしてかなり好き。2人はハサミ打ちを覚えた。相手の攻撃に合わせて後ろから敵を突き大ダメージを与える。はい、それじゃあ料理全員分はないけれど、あ、ゼロになってしまった、つらいつらい。またせっせせっせと食べ物を食べなければ。はい、ゲームコーナーでルーレット、闇のダガーをください。復活してきたばかりのゆうかさんに闇のダガーをください。あー、そのまま通り過ぎて、おー、いいんじゃない。はい、来たー闇のダガー。これゆうかさんやんね、闇上がりでプレゼント。はい、どうぞ。いいね、はい、そしてお小遣い。はい、キャンディーさんの神秘の衣、綺麗になれるよやっとやっと、いいね。じゃあこれで色はどうしよっかな。この色かな、ちょっと明るめの赤。
い、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、この辺の敵はとりあえずね、倒しといたらめちゃくちゃお金が入ってくるけん、あっという間にみんなの強化もできていきそうな感じはするね。